と10分ほどで出発する踊り子号でまた、20分乗るか乗らないかそれぐらいの距離だと思いますが伊東まで行き、伊東からは普通列車に乗り換えです。伊豆急行はですね、東急グループの中の一つでありまして、ここで主に使っている普通列車もほとんどが、こういうリゾート仕様の普通列車を除いては、東急線でもともと使っていた車両ですが、もともと伊豆急行が開業した1964年の頃はまた別の車両が使っていまして、それがこれらしいんですね。この100系という電車ですけど、これがね、伊豆急行が開業して当初からずっと今まで使われ続けているものなんだそうです。たださすがに古いということで、普段の運行ではもう全くこれは使っていないんですけれど、何か特別な運転の時にあの古い電車を引っ張り出してきて、お客さんをまあ特別に乗せるということをするんだそうです。ただそれももう今度ついにやめるそうで、そのまあ何かイベントがあったりとか、なんか それを特別に貸し切りたいとかそういう人たちが来たらば、これに乗れるんですが、まあ、乗れるという状態ももう近いうちに終わるということになっているそうです。本当にもうそう遠くないうちです。今月とか来月とかそれぐらいのレベルだったかもしれません。東京行きの踊り子116号です。東京方面まで行ってもいいんだけど、特急に乗れる切符を持ってませんので、伊豆急線内はお金払えば特急に乗れるんですが、JR 線内はお金払うだけで特急料金だけでは特急に乗れませんので、だから伊東までしか乗れないってわけですね。向こうに止まっているのは金目電車といいまして、金目鯛をあしらった電車、側面にもいっぱいあります。さっきも食べました。本当に美味しいからね、金目鯛は来たら食べた方がいいと思いますが、場所によって値段の、結構変化がありますので、いくら取るのか結構敏感になった方がいいかもしれないですね。ぼったくりと思われるようなお店も観光地ですから、まあ、少なくはないでしょう。その裏に1回乗ったことがありますロイヤルエクスプレスも止まっています。よく似てるんですね。オリエント急行ってデザインがそっくりですよ、私の記憶では。ご乗車ありがとうございました。伊東駅に着きました、まあ、ここでちょっと多分次の列車を待つ時間があるのかな。そんなに待たなかった記憶があるんですけどね、熱海行きまであと8分か。じゃあ伊東の街にはもう降りなくていいな。いや待てよ、でも次リゾート7両っていうから、あの金目鯛なんですよ。リゾート7両って金目鯛電車ってさっき紹介しましたけど、伊豆高原の駅に止まってたやつですよね。だからあれが来るってことは、つまり私の何かの間違いで特急で伊東に来てそこから普通列車に乗り換えるもんだと思ってたんですけど、さっきあそこに止まってたやつが後からただやってくるだけだってことですね。自分の予定を調べるのはちょっと間違えたようでしたが、だから無駄に特急に料金を支払って伊東まで来ましたけど、意味はなかったということですね。まあ特急快適だし楽しいしいいんだけど、無駄に料金を払うってのはちょっとなんだか残念です。やっぱ今もう一回ね、調べてみてみましたけど、普通にさっきの伊豆高原の駅から特急に乗って、特急で普通電車にそのまま乗ってくればよかったみたいですね。なんだバカだよな。しょうがありませんけど、なんか飲み物を買います。あったかい飲み物か。駅の自販機も全部一緒に見えて結構違うんですよね。向こうのやつは、そば茶が温かいやつでしたけど、こっちは冷たいそば茶です。深々と頭を下げたのは伊東駅をご利用くださいました、ありがとうございました。 JR 初期の制服だと思いますけどね、これ多分なんかあれだな、伊東線が廃線になるとみたいな、そんな感じがしますよね。ヘッドマークもつけてる、多分静岡 DC の関連のヘッドマークでしょうか。違った、プラレールだって全然関係ないや。普通電車には似合わない流線形です。いやどうせこれが来るんだったらあれだな、あ誰も乗ってないからいいけど、踊り子じゃなくてこれで来るべきだったよな。そしたら一番前の景色を楽しむことができたんですけど、完全に貸し切りとはいかず相席にはなりましたけどね。でもなかなか快適で乗り応えのある電車です。一番前から景色が楽しみました。後ろ
上から車内の流れるような景色全部を楽しむか、このリゾート21の展望車は一番前と一番後ろにそれぞれ2つついているわけですが、2通りの楽しみ方があると思います。出身者は熱海駅です。須見、真次郎、伊豆田が二宮終点熱海の順に各駅に止まります。次の駅が宇佐美駅ですが、さっきね、大村山の上のところで宇佐美のことを宇佐美町って言いましたけど、そういうことは別になかったみたいですね。阿字郎は確か熱海市阿字郎だったと思いますけど、宇佐美も、伊東市ですから、つまり伊東市と熱海市はお隣ということですね。これ失礼しました。ただね、私もちょっとさっきとあのなんて勘違いしていたにはそれなりの理由があるんですが、あの宇佐美はもともとずっと伊東市宇佐美だったんですけれど、阿字郎に関してはもともとは阿字郎町だったのが現在は合併して熱海市に併合されたそうです。なんでもともとは、熱海市阿字郎町を次が伊東市と並んでたわけですけどね。阿字郎っていうのはあの漁港があることで有名ですかね。朝の関東地区の天気予報 NHK では、阿字郎では何度というふうな放送をしてますが、多分阿字郎になく気象観測所があるんでしょうね。本国の岩手少々停車いたします。ありがとうございました。これにて伊豆の旅は終わり、沼津とか三島とかに行こうかと思いましたが、まあ今夕方の4時ちょっと回ってから4時半ぐらいかな。もう疲れましたんでね、これ以上疲れてもしょうがないかなと思います。まあ、熱海に着きましたが、もう眠いからって今言いましたっけ。疲れてるんでね、眠くもなってきたし、木の宮駅から熱海駅まで1分ぐらい寝ました。まあ、結構、眠気はそれで冷めましたが、明日東京で仕事がありますんで、東京にはちゃんと帰らないといけないんですけど、まあ明日までに帰りゃいいからね、もう一泊してもいいんですよ。でも熱海にもう一泊するかっていうとね、なんかこう昨日が伊東で今日が熱海ってのはちょっとなんかこう、どうかなと思うし、まあ、それから温泉地に一泊するっていうのもね、まあ、もちろんいいんですけど、一泊するよりも結局北海道東のパスで東京に帰ってしまった方が安いんですよね。グリーン車で乗れば2時間快適だしな。旅行してるとよく帰るタイミングを失うっていうことがあるんですけど、もうまだ時間はあるし帰るには早いんだけどやることはない、どうしようみたいな、まあ、そういう時はさっさと帰っておくべきですね。で東京とかにもし帰るんだったら地元でなんとなくこうちょっとした贅沢をする方が、ね、いいと思います。地方で無理にお金使う、まあ、本当は地方でお金使った方が、ね、観光的にはこういろんな経済が回っていいのかもしれないですけど、もう熱海も散々来てるし、今お腹も減ってないし夕飯食べる時間でもないし、17時4分にちょうど快速アクティがあるので、それのグリーン車に乗って丸の内まで帰ろうと思います。丸の内で帰るって言っても私の家が丸の内にあるわけじゃないですよ。丸の内はね、人口は1人しかいないそうですね。快速アクティって昔は結構早かったんですけど、最近は飛ばす駅はほとんどなくなりまして、普通電車と5駅ぐらいしか違わないのかな、まあ、それだけ東海道線沿線の需要が大きくなったってことでしょうかね。まだ回送になってるけどもう乗っていいみたいだな。この横の赤ランプがついてるとドアが開くってことなんですよ。2階席にするか。2階はなんか特別な旅行って感じがするからね。まだ誰も乗ってないようです。東京駅ですね、まあ、皆さんもご存知の通りですが、昨日ここで、動画撮ってから25時間ぐらい経ちまして、こういう風になっております。電車の中でも、原ゼミナールの宣伝用のポスターをいろいろと作ってですね、まあ、それもまたふざけたポスターからちょっと真面目っぽいポスターからね、こんなん作って原先生の許可が下りるかなみたいな、いろいろ考えながらね、熱海東京間ずっとパソコンをやってたわけですが、だからあっという間でしたね。新幹線に乗るよりも何か一つやることを、しっかりと腰を据えてやらなければいけないもの、本をしっかり読みたい本を読むとかね、なんか勉強の道具を持ってきて暗記の作業に没頭するとか、そういったことをするとね、新幹線よりも早く感じますね。まあ、ただ座席が最低限の快適性を持ってるってことは大事で、
まあ、東京まであのゆったりリクライニングを倒してくることができたわけですけれど、さっきトイレに行こうとして間違えて普通車両の方に行ってしまったんですが、普通車はね、あの大変なもう遅刻のような混雑でしたね。あの川崎品川間の今確か相当日本で一番だったかな、東海道で一番か、あの混雑区間ですけれど、あれはちょっと辛いなと思ったんですが、まあ、そういうような状況でなければね、普通にあの椅子に座って、机に向かえるような環境を手に入れさえすれば、あとは新幹線ではあの在来線でもスピードは変わらないどころか、むしろ在来線の方が早く感じると思います。これは本当に私はそう思いますよ。明日の1時から東京でちょっと用事がありますので、もうこっからさすがに今夜の6時50分なわけですが、こっからどっか遊びに行くって感じじゃないし、まあ、大体あの、まあ、東京周辺で遊びに行くようなところって言ったら、まあ、東京の中心部になるわけじゃないです、まあ、つまりこの辺ですから、まあ、ここでなんかパッてって帰れるというのがいいかなと思います。東京ステーションホテルでね、お寿司でも食べようかなとか思いました。電車の中でさっき熱海でお腹空いてないと言いましたが、今は減ってますので食べようかなと思ったんですけど、そんな無駄に高いもの食べてもしょうがないしね、正直別にそんなあの何万円も払ってお寿司食べなくてもいいと思う、まあ、そんなにするのかもわかんないですけど、行ったことないから。銀座とかもあるわけですよ。まあ正直あの銀座代とかね、あの土地代を食べてるような感じで、あのこの丸の内の丸ビルとかにもまあ美味しいようなところありますが、やっぱりその物がいいとかね、作りが丁寧とか、まあそれはいいでしょうけれど、それ以上にあの土地代が高いわけですよね。それが値段に反映されているから高級になるわけですよ。だからまあ丸の内で食事をするというのはちょっとあまり、合理的ではないかなと思います。まあ、そのね、なんか接待とかするときに、あのあなたは丸の内の、いいなんかあの予約制のレストランで接待しますよみたいな、まあ、そういう時に相手にあのどうせ相手はただなんだから、あの土地代を食わせるというのはいいと思いますが、まあ、有楽町新橋で十分ですよね。新橋で東海道線降りてもよかったんですが、まあ、新橋も混んでますね。まあ、有楽町かな。なんか食事でもするって言ったら、まあ普通は有楽町じゃないですかね。丸の内はちょっと敷居が高すぎてよくありません。まあそれはね、よく考えりゃ、でも丸の内ってのは要するに丸の内なわけですから、お城の内側があの敷居が低いのでは困ってしまいますからね。多分あの未だにその時代の威厳を引き継いでるんでしょう。前にあそこの動画まだ出してなかったかな、回るレストラン、スカイなんだっけ、忘れちゃった、銀座スカイデッキだっけな。住んで有楽町で何を食べに行くかというと、まあ、大戸屋でなんか野菜定食みたいなやつを食べようと思います。大戸屋はよく行くんですね。まあ、これ全然私は別にそんな視聴者にブチ切れてるってわけじゃないんですが、旅行ばっかしてて現地の名物をいっぱい紹介してるから食生活がさぞや進んでるだろうと。これね、堀江貴文さんの、あの堀江門のね、有名な人の、ツイッターでなるインスタグラムの書き込みですけど、こう肉の写真をインスタグラムにアップロードしたんですね。そしたら、まあ、こういう返信がついたと。野菜食べてますか。それに対する返信が面白い。本当クソな質問だよな、お前死んだ方がいいよ。肉の写真をアップしているのはインスタで和牛を広めたいからっていうのを見てわからないよ。お前クソ、そもそも普通に野菜は好きだからたくさん食べてるけど、インスタでそれをアップしてもクソの役にも立たないだろう。それ野菜とかを子供の頃嫌いだっただろう。お前みたいなやつにジャッジされたくないね。俺は美味しい野菜を子供の頃からたくさん食べてて、むしろ肉より野菜の方が好きだった。それは食ってた肉がまずかったからだ。それをようやくに口に逃がし的な文脈で野菜を食べた方が健康ですよって上からマウントでクソコメント送るな、ボケ二度と来るなとか書いてあってですね、こう見てるともうおかしくて笑っちゃって、あのこれだけであの大変幸せな気分になれるわけですけれど、まあ、ともかくね、別に視聴者に対してそんな風に怒ったりとかしてないんですが、あの私が食生活さぞやすさんでるだろうという風に思われる方も多いみたいですけれど、多分私は普通の人よりも相当食生活には気をつけてると思いますよ。あのね、安定した食生活をするっていうのは、あのバランスの取れた食事をするというのは私の長年の夢だったのですが、それには大変お金がかかることだというのも私は分かっていました。まずだって街のコンビニとか見てもね、あのコンビニですらまともな野菜とか売ってないじゃないですか。まあ、コンビニはこの辺ないみたいですけど、その時点でちょっとね、あのどうかなっていうか大変だなと思うんですけど、あのコンビニの野菜サラダ400円とか出しちゃって、緑黄色野菜がほとんどなく、表面にあの緑黄色野菜散りばめられてますが、その内側はもうほとんど裏はキャベツばっかりなわけですよね。野菜サンドイッチも、表面の方には見えるようにこういろいろ入ってるように見せかけて、裏はペラペラだと、そういうようなものばっかりです。野菜をね、あの安定して食べたりとかバランスいい食生活をするのってすごい大変なんですよね。まず売ってないから普通に、多分需要がないのと生野菜とかが高すぎるからだと思うんですが、あの別に生にこだわる必要もないと思う。まあ、生でしか摂取できない栄養もあるでしょうけど、生にこだわることはしませんが、ともかく食生活をバランスよく保つ上で非常に優れていると私が思っているのが、大戸屋です。確かこのビルの中だったか、違うこの向こうかな、
黒塗りの高級車も止まってる。これ新しいやつじゃないの確か。センチュリーって新しいのが出たんですよね。この景色も素晴らしいね。東京駅に入ろうとしてる湘南ライナーです。東京駅から普通にこっちまで歩いてきてもよかったが、むしろそっちの方が早いんじゃないかって気がしますけどね。京浜東北線に隠されてしまいました。勢いよく車が行き交って、奥には東海道新幹線です。かっこいい光景です。まあ、こっから左が本当の丸の内ですかね。目の前にあるこれは旧三菱1号館、山手線とかに乗ってると見えるんですが、これは何なんだろうなと思って、こんな昔からあったのかなと思ったら、これはレプリカ再建だそうですね。美術館などとして使われているようです。スーツ着たお金持ってそうな人たちがいっぱい入っていきます。大戸屋もね、美味しくて野菜とかもいっぱいあっていいんですけど、塩分が心配なんですよね。旅行してるとそっちもね、どっちかというと気になる。新東京ビルかな、このビルの、ね、地下1階にありましたけど、大戸屋は美味しくて良かったんですが、店員さんが、ね、ほとんど外国人の方で、いやそれも別に外国人の方がほとんどであるのもまた問題はないんですが、なんかね客層がこう良くないなというふうにずっと思ってたんですね。でそしたらね、店員さんの外国の方にね、何言ってるかの言語能力は多分かなり高い方だったと思うんですけど、明らかに早口で、そこまで日本語がすごく上手ではないような人になんか早口でね、めちゃくちゃな暴言を言ってね、それで出てくような人なんかがいて、あ、なんかあれだと思ったら客の態度がこうあまりにも横柄すぎるんだなと思って、それね、あーと思ったんですよね。客層はね、50歳から60歳ぐらいのおじさんみたいなのが多かったんですが、50歳から60歳のおじさんがね、悪いとか全然そんなことは思わないですよ私は。ただなんかそういう世代の人ってね、申し訳ないんだけど、店員に対してやたら横柄な人が多いような気がする。他もね、こうなんかすごい、もう何も言わずにこう指だけでこう指図するような人とかね、店に入ってくるなりもう勝手に我が物顔で座るような人とかね、まあちょっとぐらい、ね、店の人がこう出てきて、いらっしゃいませ何名様ですかとか聞かれたらば、そこで返事ぐらいすると思うんですけど、何もしないで勝手に座るんですよ。ちょっとありえないよなと思う。そういう、50、60ぐらいの、おじさんが多かったですね。とても多かったです。もちろん逆にそうじゃなくてね、お茶を頼んだ時に合唱してどうもありがとうなんていうような、ひげ生やした おじいさんみたいなおじさんみたいな、60歳ぐらいかな、そんぐらいの人もいましたけど、客層はね、なんか言い悪いになんか二分してたような気がするんですね。なんかこうね、本当に偉そうで、で、まあ、もしかしたらそれは店員が外国人の人だからそういう風な態度を取ったのかもしれないし、そうではなく、単純に横柄な人たちが集まったのかもしれないし、まあ多分両方なんでしょうけどね、正直そうかなという風に雰囲気では見られたんですが、なんかもう外国人の店員さんがね、かわいそうでした。あんまりこうすごい辛そうな顔して仕事しててね、でなんか持ってきてくれた時に、あ、どうもありがとうございますって言ったら、ね、もうそんだけなんかすごいニッコニッコしてくれてね、辛そうになんか仕事してる人も、あ、こういう顔するんだなと思ったんですが、接客業でね、お礼言うってのは大事だと思いますけど、海外の人がね、こういう風に日本にこう働きに来てくれてて、まあ、よく働いてくれてるわけですよ、こう丁寧な日本語を使ってね。で、そういうところで、あまりにもこう失礼な態度を取るのは、ね、せっかく外国から来てくれたのに日本が嫌いになるんじゃないかななんていう風な、そんな大戸屋の雰囲気でしたね。まあ、大戸屋が悪いわけじゃないけどね、まあ、ちょっとあれはなんとかした方がいいだろうな。なんか昨日も宗教の話とかしてなんか全然旅行と関係あるのかないのか分かんないですけど、前の最長往復切符のタイム、まあ、こんな感じだったと思うんで、行った先々の街の様子をね、味わうというのがいいのかなと思います。まあ、今回もね、これ一応丸の内の、オフィス街の下にあって、まあ、来てる人たちはもうみんなね、背広着た男の人たちばっかりなわけですよ。で、まあ、もうこれから帰る人か、もしくは一旦仕事を抜けてきて、夕飯食べてこれからまた残業頑張ろうみたいな、まあ、人たちがいっぱい来るという、まあ、ちょっと一般的な大手やレストラン、まあ、定食屋さん食堂、そういったところともまたちょっとこう違う雰囲気でね。でなぜか来る人たちも、まあ、潔白のいい管理職みたいなの勤めてるのかなみたいな人たちばっかりという、特殊な環境、これもまた一つの丸の内観光ですよ。でそこでこういった感想を得ることができたのも、また十分に良い、旅の、効果だったなと、そういうふうに思っています。まあこう昨日と今日と2日間旅行してきましたが、明日東京で仕事済ました後またどっかへ出発すると思いますので、楽しみに見ていただければいいかなと思います。じゃあどうもご視聴ありがとうございました。